あ、俺反対かな、これなんかデリバー感あるもんな。今合ってるっすよ。違う違う、うぇっす、うぇっす、うぇっす。今日みんな休み、休み休み休みです。僕仕事まあ本日はですね、まあ昼からちょっとあの確定申告のちょっといい動画撮りたいなと思いまして、僕たちはあのこんな風にやってますよみたいな感じだね。そうですね、まあ僕らもあの社会保険入ったんで、関係ないんですけど、まあ、去年までが、まあ、一応ちょっとあの一人親方で、まあ、個人事業主っていうような形でやってたんで、なんでまあ去年の分ですかね、去年の分の確定申告までやってまして、で、まあ、まあ今までそうやって確定申告っていうのをまあ自分たちやってきたんでね、僕ら、うん、なんで、まあ分かんないことかも結構おるんですよね。まあちょこちょこおるだろうね。そう、若い子とかから僕聞くのはなんか確定申告のやり方教えてくださいとかって言われるんで、動画でね、確定申告のやり方伝えていけたらなと思いまして、まあそしたらまあみんなも結構助かるんじゃないかな。一人でやってる子多いしね。そう、多いですよね。だって結局応援とかでやっぱ一人でやったりするときにやっぱ確定申告って絶対申告していかないと、まあ後々まあ大変なことになるんで、まあ税金が来たりとか、うんうん、で申告はまあ絶対なんで、まあそれはもう絶対やってた方がいいですよね、うん、まあちょっとパソコン使ってね、まあ、説明なんかしていけたらなと思います。ああ、間違えてました、すいません。いつもちょっといつもの癖が出まして、まあ怒られると思うんですけどここですね、所得税の確定申告、国税庁、まあこの申告のところをしてもらって、で、作成ですね、確定申告書等の作成はこちら、作成開始ですね。で、マイナンバーカードっていうのは、あのキャバクラ行った時に、あの会員検討は、もう印刷して提出ってところを押して、で、規約に同意して次へ。で、令和元年分ですね、申告等、あの申告書等の作成。個人事業主が一人でやってる人たちは、まあ、所得税だよね。うん、所得税がかかってくるんで、まあ、所得税の確定申告で、まあ、これいろいろあるんですけど、青とか赤とか緑とか黄色とか黒とか白とか、青はまず給料年金の方なので、まあ、サラリーマンの、まあ、医療費控除、うん、なんで医療は例えば医療でかかった分とかってことですよね。そうそうの控除とか、そういうのの、あの、まあ、住宅ローンの控除を受けてる方とかで、まあ、赤色が、まあ、個人事業主なんで、まあ、基本的にはなんていうの、まあ、現場の人間だったら大体赤だと思う。まあ赤ですよね。右側って右側なもんな、分からんね俺ら。右ちょっと分からんくないで赤っすね、赤の方の、まあ、事業不動産退職所得のある方って書いてあるんですけど、まあ僕らはまあ個人事業主なんで事業の方ですね、まあ、赤色の作成開始ってところを押してもらって、まあ自分のね、まあ年月日を、僕の誕生日公開します。暗証番号は1018です。貯金残高が34,850円。今ですよ視聴者さん、今ですよ。ちょっと前だね。で、まあ申告書の様式をイメージした入力画面で作成する。でこっちこうレテン打たなかったね、絶対にね、うん、まあでもそれでもできる人は多分できるんだと思うけど、まあ、できるけど俺らは詳しく見たいから。まあそうですよね。でまあレテン打って、まあ入力終了、まあ次への画面ですね。まあ次への画面いったらブワーってこう書いてあって、僕らも正直全部が全部分からんすもんね。分からん、うん、まあその確定申告のやり方ぐらいしか知らないんで、で基本的にはここで例えば、収入金額との雑のその他のところに、まあ、一人分けでやってる子たちは、まあ、ここに入力するで、まあ、種目は、まあ、その他で雑でいいんですけど、まあ、全部の収入ね、で1年トータルした1月から去年の12月までの収入金額、うん、をここに全部入れて、まあ僕なんかだったら、まあこれぐらいですね、うん、はい、いくら1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億ですね。1億ね、はい、収入金額が1億に対してまあ必要経費です。うん、まあ必要経費がまあ1億に対して、まあ去年ランボルギニー買ってキャバクラフルセットで行ったもんで、まあ大体まあ8000万ぐらいですね、経費が。でまあ源泉徴収額税ですよね。だって払ってる人と払ってない人って分かれとるんですけど、払っとる人は僕らはもう会社で払ってもらってたんで、なんで例えばじゃあ今まあこのほんとざっくりなんですけど、まあ1億、まあ1億でちょっと紛らわしいね、まあかわいそう、みんな視聴者さんがその世界が全然違う感じしとるから、みんな今96万にして、そうすると大体月80万円だったとしたら8万円ぐらい引かれると思う、うん、8万円引かれるもんで、そこでまあこれの1割だもんで96万円
で、まあ、96万円が源泉徴収額で、まあ、所得税としてね、まあ、国に納めますよっていうので、で、まあ、国に納めて96万、まあ、それはまあ会社から取れば、まあ、そこから今必要経費っていうので、まあ、例えばじゃあ個人事業主の方ってやっぱりまあ仕事も取ってこなあかんもんで、まあ、接待、まあ、今接待あるかどうかちょっと分かんないですけど、で元請けさんとご飯食べに行って、でちょっと僕のこと使ってくださいよとかっていうね、交際接待費とか、うん、まあ車ガソリン代とか、ね、まあ、高速代っていうのはもうまた移動費になるか、まあ、何でもいいよ、通費費とかね、家賃とかもあるし、うん、その消耗品、はい、接待費とか何でもあるんだけどね、はい、それを全部入れれば、で、まあ、まあこういう風な感じ で、まあ、必要経費全部ひっくるめて、まあ、いくらみたいな、うん、で、まあ、例えばじゃあ、まあね、300万円使いましたと、そしたらまあ入力確定すると、まあ、源泉徴収額税と、まあ、で経費で必要経費で300万使いました、でこれを次へ進むでやっていくと、まあこう、もうあとはもうとりあえずもう、パソコンに出すがまま、うん、で、まあその還付されるんですよね、結局経費で使ったらお金を、その源泉徴収額税っていう96万払ったお金が、その300万円の経費に対して、だって経費ってその給料があるけど、結局元請けさんたちとか飲みに行かしたりとかしたら交際接待費になるんで、戻ってくる金額はこれだね。そうなんで、その金額っていうのは、交際接待費っていう金額は経費に入れれるんですよね、その自分がその仕事をするための活動費みたいな感じで、なのでそれを300万、うん、960万円に対して300万円経費がかかりました、で源泉徴収額税が96万円、じゃあ残り660万円ありますと、だからその時に戻ってくるお金が96万源泉徴収で払ったお金に対して126,354円が戻ってきますと、でこれは逆に言ったら、もうたくさん使えば使っただけも戻ってくるような感じですよね、経費なんで。経費でね、経費使えばね、うん、だから公正接待費とか、そうだから社長は経費ばっか使うってことだよね、やっぱり金が返ってくるから、そういうことか。だから何でも経費に従うわ。あ、そういうことですね。あとは保険とかで、うん、保険は何入ってるかで、自分でこれ何が入ってるかな、この健康保険とかさ、はい、年金払っとったら年金年でどんだけ払ってましたかっていうの。ああ、そうですね、そこら辺も全部入れてってことですもんね。そうそう、試験民税の、ただこういうの払っとると、年々のハガキが来るもんね、1年間こんだけ払いましたよって、はい、そうですね、家に届くはずだから、でそれをまあそうそうそう、であと何があるんですか、他に。まああとはだから結局自分が何に対してお金を使ってるかっていうのは多分科目にされとるもんね。こういうキャバクラ、これ入るんですよ全部。キャバクラお客さん連れてたら接待費でしょ、だって。ああ、自分で行ったら公正接待にならんと。でキャバクラの女の子を接待してますっていう風にならんと、ね、逆でしょ。接待されてますよ。納める税金って書いてあるんですけど、これはその源泉徴収額税で払ってない人が納める税金とかになってくるんですよね。で僕らも納めてあるんで、納めてる欄にこんだけ納めましたよっていうんで、言うとるからなる。で還付される税金で、まあ、戻ってくるお金っていうので、でまあザクッとかこうだよね。そう、ザクッとかこんな感じで、最初のページに戻って、内訳表が個人事業者の方の確定申告で、で上から2番目か、2番目の収支内訳書で、うん、一般用だから、一般用で、まあここで、でまあちょっとこれアップしてみると、ブワーって書いてあるんですけど、さっきのなんていうの、雑と源泉徴収税額と、うん、まあ、経費を入力したら、あとはもうここ名前とか書かなくていいんで、その使ったもんですよね、使ったもんを記入していくみたいな。だから経費が、例えば経費はざっくり書いてるんで、さっきも300万って300万の内訳をここに書いていくっていうような形なんですよ。で、まあ、上からまあ書かなくていいんで、バーって。で、まあ、大体まあよくあるのが、まあ家賃1年でいくら、荷造り運賃、水道光熱費で、こっち側のね、さっきの、まあ、旅費交通費が、まあ、さっき言ったように移動費、ね、ガソリン代、ね、高速代で、通信費が、まあ、携帯代、まあ、パソコンとかもかな、ね、光とかそういうのも。そうそう、仕事に関するそっち系も全部だよ、全般的。あっち系もそっち系だけ、そっち系だけだよ。あっち系は、あっち系はもう自分でしょ。これは損害 保険料っていうのは、まあ、じゃあ、違うかもかな、まあ、なんかそういう仕事で、仕事の方にしてなんか損害を受けた場合じゃない、そういうやつでしょ。で、うん、例えば僕が人殴ってお金払ったら、その損害保険料とかそういうやつでしょ。そうそうそう、ね、で、まあ修繕費、修繕費っていうのが
なんか直したりとか、まあ、修繕工事とか言うじゃないですか、まあ、外壁の塗装とかそういうのだ、まあ家を直したりとか、まあ、そういう感じの、まあ、費用でまあいくらと、もう全部が全部この交際接待費とかそういうところに言えるわけじゃないんで、だからそこきちっと分けてかんと疲れちゃう、つかれるんですね、ツバメみたいにツンツンツンって。あと消耗品、まあ、消耗品、まあ、現場仕事の人で言ったらまあ手袋とか、まあ、足袋とか、そうそう、あと服も全部、医療も服も、まあ、そういったので、ね、本当消耗して、まあ、絶対買えなきゃなって。今だったらこれも入るんじゃないかな、うん、コロナ、コロナ、あ、マスクとか、マスク、こういうの、あ、そういうの入るのかな。あとはで、福利厚生費、まあ、それぐらいだよね、入力するとしたら、うん、そのここの、まあ、細かい内訳を、まあ、入力していって、まあ、税務署に出してっていうような形になるんで、だから本当入力するのは別に経費はもう全体でもこれだけって書いてあるんで、まあ、本当に、まあ、本当その内訳だけですよね、これで入れるのは。他の人はどんな風にやってるか分からんすけどね、まあ、そうですね、本当に他の人だったら全部きれいに買い取るかもしれんし、はい、まあ、ただ僕らはこれでも通りますよって言われたんで、はい、こうやってやってるだけで。誰に言われたんです？税務署の人に。あ、言われたんです。これ内訳表だけ書いといてくれればいいよって言われたので、まあ、あとはもうそのさっきのページの収入と経費と、まあ、源泉徴収額税書いたやつを、まあ、次へ次へって全部入力していくと、まあ、印刷できるんで、まあ、印刷した後にまあこの内訳書いてそれを全部あの封筒に入れて税務署に送る、うん、まあ、近くの最寄りの税務署、例えばそこの税務署に送ってとりあえずまあ確定申告終わりと、で、まあ、還付される金額とかも全部わかるんで、その時に、うん、で、そこからまた還付、振り込む時に税務署から通知が来ます。そうそう、はがきで何日に振り込みますよ。で、そこの通知を見て振り込まれたらバッて下ろすみたいな、うん、バッて下ろさんとサクッて取られちゃうみたいな、それ俺だけか。今回ちょっと真面目だね、まあ、どっちにしてもね、コロナっていうのもあるんで、まあ、事務所でしか動画撮れないんでね、今なので、まあ、みんなのためになれたなって思います。お腹減ったんで、もう終わります。また見てねー。